さて、今夜は何やら、なんかまたね、なんか箱が置かれているので、ちょっとそちらをね、開けたいと思います。なんかちょっとね、なんかいつもと違う放送みたいな、放送紙みたいな感じで、放送されてる、何なんだ？なんか入ってます。開けまーす。皆さんこんばんは、山本さやかのスパーク始まりました。はい、ということで、何がね起こったのかと言いますと、その包装紙みたいといった中にはですね、プレゼントらしきものがね入っていまして、実家でトイプードルを飼ってるんですけど、本当にね実家のワンコみたいなモコモコのルームシューズですかね、これは、をいただきました。これいただいていいんですね。ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ可愛いんですよ。ちょっと今ねすぐにはね伝わらないのがねちょっとあれなんですけど、今週ねクリスマスということで、スタッフさんにサンタさんにプレゼントいただきました。大切に使います。ありがとうございます。さあ、こんな嬉しいオープニングから始まっていいんですかね。ありがたいです。今夜もスパーク、この後1時までお付き合いお願いします。そして今夜のメッセージテーマはこちら、あなたの2020を漢字一文字で表すとです。ちょうど先週月曜日に毎年恒例となっている今年の漢字が発表になり、密という漢字に決定しましたね。今年はねやはり、たくさん聞きましたからね、そうかなという感じではありましたね。さあ、そんな皆さんにとっての今年一文字漢字で表すと何になるかなというお題です。ぜひあなたの2020を表す漢字一文字を教えてください。またその理由エピソードなども忘れずに書いてメッセージをお待ちしております。そして今日もメッセージを紹介させていただいた方に番組ステッカーをプレゼントいたします。メッセージの送り先はツイッターの方、ハッシュタグは SP813、 そしてハッシュタグ JWAVE をつけてつぶやいてください。すべて小文字でお願いします。また番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからも送ることができます。そちらからもぜひ送ってきてください。お待ちしております。それでは山本さやかのスパーク、今夜のオープニング一曲お聴きいただきたいと思います。こちらはですね、ラジオでね私も最近聞きまして、もう聞いてね一発で、あ、めっちゃこの曲好きだなってなりました。コラボになるんですかね。結構ねギターのずっと後ろでこう刻まれている音とかがね心地よかったり、そこから一気にこうね B メロからサビで音が増えて雰囲気が変わって、しっかり A メロ B メロサビでねなんか作り込まれている感じっていうのがね面白くって、めっちゃ心地いい曲だなと思いました。それでは聴いてください。 Z&ジャスミン・トンプソンでファニー。Z&ジャスミン・トンプソンでファニーお送りしました。山本さやかがお送りしているスパークマンデー、それでは早速皆さんからいただいているメール紹介していきます。テーマはあなたの2020を漢字一文字で表すとです。こちらラジオネームみうさん、2020年を漢字一文字で表すと水です。水は自炊の水です。私は一人暮らしを始めてから2年が経ちました。去年は全く自炊をしなかったのですが、今年から自炊を始めました。さやかちゃんの料理を真似てみたり、インスタで作れそうなものを探して作ってます。作る楽しさは分かったのですが、後片付けが好きになれず頻繁に作れませんでした。あー、わかります。もう今年はねもう一人暮らしの方とかはもうみんなそうだったんじゃないですかね。まあお仕事ね様々だとは思うんですけど、やっぱリモートになったりとかね、お家にいる時間が増えたと思うので、必然的にね
うん、結構、まあ、外食してた分だけ自炊の数が増えたのかなって思うんですよね。私もそうで、まあ、実際にそのお家でね作業をすることがすっごい多くって、まあ、その分ね本当自分で私も全然自炊してこなかったんですよ。もう一人暮らし歴何年目って感じなんですけど、本当今年に入ってなんかやっと自炊らしい自炊をしたなっていう1年だったんですよね。だからそういう方多分ね多かったですよね、みゆさん含めてね。でも確かに私も楽しさはね結構分かってきたんですよ。なんか初めて作る料理を作ってみたりとか、結構あ食べてみて美味しかったなと思ったらねやっぱ嬉しいし楽しいんですけど、もう本当片付けだけはめんどくさいですよね。食洗機がねうちにあるんで、それを使いたくてやっと使ってみようという気にはなったんですけど、そのなんかどうやらその食洗機専用の洗剤を使わないといけないらしくって、それを買ったんですけど、それをどこに入れるかが分かんなくて今結局使えずにね洗剤だけあるみたいな状態なんですよね。どうしようっていう感じでね、今年中にちょっとね使い方をね分かりたいんですよね。食洗機使えたらねだいぶ後片付けがめんどくさいっていうなんかその思い込みもなくなっていくかなとは思うんですけどね。後片付けだけがねちょっとまだね課題ですね。頑張りましょうね。続いてラジオネームサリちゃん。さやかちゃんこんばんは。こんばんは。2020年を漢字一文字で表すと犬です。年明けから約11年間番犬として飼っていた愛犬を室内で飼い始めました。その後コロナが流行し大学がオンライン授業となったため一緒にいる時間が格段に増えました。私にとって愛犬と最も一緒に過ごした年になりました。あーでもこれは良かったですよね。うん、ワンちゃんも絶対喜んでますよ。やっぱね室内でねなかなか飼うのが難しいワンちゃんとかもいるかもしれないんですけど、やっぱねお家で飼えるとね、うん、ワンちゃんも多分嬉しいだろうし、私たち人もねやっぱりお家に入れるんだし、やっぱどっかずっと外にさせて申し訳ないなって気持ちとかもあったりとかすると思うんで、それがねお家で一緒に過ごせるってなったらより今まで以上にこう家族感がね増すんじゃないかなって思いますよね。やっぱなんかワンちゃんとかってなんか同じタイミングでご飯食べたりとかするとこう仲間意識が増したりするみたいなねこともあったりするんで、ワンちゃんも同じように嬉しかったんじゃないかなって思いますね。まあオンライン授業ね大変だったと思うんですけど、やっぱ癒されますよねワンちゃんと一緒にいられるとね。なんかうん、ただ本当に家にいるだけだったら結構窮屈ですけど、そういう癒される存在とかがあると全然変わってきますよね。私はねサリちゃんと逆で今までで一番実家に帰れなかった1年だったんで、ワンコにも会えなかったんですよね。だからそういう意味でもまあ私のね1年を犬で表せるところでもありますね。でもちょっとね悲しいんで早くね会いたいですね。なんでその動画とか写真とかをねなるべく送ってもらって、顔とか姿をね見るようにはしております。だから帰った時には、会えた時にはね思う存分甘やかしてあげたいなって思ってます。ありがとうございます。続いてラジオネーム Q さん。さやねこんばんは。こんばんは。私の今年の漢字は新です。今年は本当にたくさんのことがあって新しい体験をしました。オンラインライブに参加したり、ウェブでの講義、ウェブインターンなど、悪いことだけでなく楽しい時間もたくさんありました。コロナウイルスは嫌だけど様々な分野の幅が広がったなと感じる一年でした。そうですよね。うん、なんかライブをやる身としてももちろんやっぱね実際にみんなと同じ空間で一緒に作るライブができたらいいなっていうのが一番ではあるんですけど、今までやってこなかったからこそその配信ライブだからできる良さとか魅力っていうのもねやっぱりこう実感した一年だったので、確かにそういうね新たな発見みたいなのはすごい多い一年だったんじゃないかなって思いますよね。確かにね結構まあお家からあんま出られないとかできないことが多いっていうことで、
まあ、結構ネガティブなねこう考え方にもなりますけど、うん、逆転の発想で言うといろんなことを知れた、新しいことをできた、知れた1年でもあったのかなって思いますね。これね、あの同じね感じで送ってくださった方がいらっしゃいまして、キャンディーさん、さやかちゃんこんばんは。こんばんは。今年を漢字一文字で表すと新です。個人的に今年大学を卒業し、人生の新しいステージに入り、新生活を始めました。今年はコロナの影響もあり、新しいことに挑戦するばかりで不安でしかなかったですが、友達や家族に頼りながらなんとなく乗り越えて仕事にもなれました。来年はきっといいことがたくさんあると信じて、さやかちゃんの歌に支えてもらいながら頑張ります、というね、同じ感じのメールをいただきました。そうですよね、新たな環境っていう意味でもね、この感じすごい意味がねあるものかなって思います。確かそうですよね、一人暮らしでもそうだし、家族とね一緒に暮らしてる人たちもね、今までと全然違った環境で生活をしてたのかなって思うのでね、そう思うと本当なんか、なんやろ、やることとかやるべきことっていうのはそんなに大きくは変わらないんだけど、やっぱねそういう部分は変わってきますよね、環境とかね。お家にいる時間が増えたから変えたこと、変わったこと、まあでも無駄に掃除とかはしましたね掃除して、あと模様替えとかもしましたね。確かにあの本棚買ったりとかして、結構なんか、まあ、本とか漫画好きなんで、そういうものが増えていく中で、結構それやっぱいかに綺麗に整理整頓してこうね収納できるかとか、そう収納今年一番結構こだわったかもしれないですね。なんか本棚でせってね、あの綺麗に作家さんごとにとか、あのタイトルごとにとかで綺麗にあの並べ替えたりとか、あと隙間収納とかを結構買って、あの、ね、冷蔵庫の横のちょっとした隙間を利用してなんかしまえなかったものしまったりとか、あと突っ張り棒を使ってあのちょっと高い位置になんか収納できるスペースを作ったりとか、そういうの結構多かった、うん、すごい考えたんで、なんか生活力がめっちゃ上がったなって思いますね、うん、自炊もそうだし、なんかやっぱ長くいる場所をよりよく、より住みやすいように変えようみたいな意識はすごい高まったなって思いますね。それはそれで楽しかったですね。ありがとうございます。それではここで一曲お送りしたいと思います。こちらね、私はあのテレビのね CM とかで見かけていいなと思ったんですけど、結構 TikTok とかでもねバズってるみたいです。なかなか私あの流行に乗り切れない部分があるんですけども、でもやっぱそう思う方が多いってことは、まあ自分の感覚もあながち間違ってはいないなっていうね、こうなんかいい意味でちょっとあまり日本語に聞こえない部分だったりとか、そういうねなんかおしゃれさみたいなのがねある、メロディーもいいですね、そういう曲だなと思います。聴いてください。平井大でスタンドバイミースタンドバイユー。今日は君の寝顔を見てから眠るって決めていたのに、また一緒になろう。平井大でスタンドバイミースタンドバイユーをお送りしました。六本木ヒルズ33階 J-WAVE からお送りしているスパークマンデー、ここでお仕事の近況をお伝えします。まずは NHK みんなの歌のために書き下ろした僕はおもちゃが絶賛オンエア中です。12月1日から1月までのクールで放送されますので、ぜひぜひ皆さんたくさん見てあげてください。アニメーションもねすっごく素敵でね、楽曲とマッチしていて切なさもあり温かさもある、そんな作品になっております。さらに来年1月から2月にかけてファンクラブ会員限定のツアー、そして水曜日12月23日には山本さやかライブツアー2020アルファのライブブルーレイ &DVD がリリースになります。もうあさってとかですんで、もうすぐです。あの SNS とかでね予約してますよって声をねかけてくださってる方もいらっしゃって、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
これね、まあ、無観客のライブにはなるんですけれども、だからこそこうね、映像で遊んだりできたライブにもなってますし、久しぶりにね、ダンスもしたりとかしているライブになりますんで、ぜひぜひね、じっくり見ていただいて、そしてそれたくさん見て気持ちを高めていただいて、ファンクラブ会限定ツアー遊びに来てもらえれば嬉しいなと思います。そしてですね、もう一つ、水曜日、今週水曜日ですね、 J-WAVE のステップ1に出演させていただきます。なんとラジオで初となるスタジオライブをお送りする予定です。2曲ね、歌わせていただくんですが、編成はまあスペシャルバージョンということで、詳しくはまあ当日のね、お楽しみということで、何の曲を歌うのかなどなどね、皆さんいろいろ楽しみにしていただきながら当日聴いていただきたいなと思います。出演させていただくのは12月23日水曜日、12時30分から12時45分になります。ぜひぜひ聴いてください。その他詳しい情報は私、山本さやかの SNS をチェックしてください。お願いします。ではここで1曲、私の曲をお届けしたいと思います。ライブでもね、みんなで楽しめる1曲です。聴いてください。山本さやかでレッツゴークレイジー。山本さやかでレッツゴークレイジーをお送りしました。 J-WAVE スパークマンデー、お知らせの後はスパークボックス、例の箱がまたまた登場します。山本さやかの2020年のあれこれ振り返っちゃいます。思い出せるかな。六本木ヒルズ J-WAVE から山本さやかがお送りしているスパーク、それではこちらのコーナー行きましょう。皆さんの夢を叶えるスパーク、このコーナーは若い才能を募集するスパークボックス。月曜日は弾き語り音源、また私、山本さやかの楽曲のカバーやアレンジ、リミックス音源など募集していますが、先週ね、愛なんていらないのね、素敵なギターでの弾き語りカバー音源が届きましてオンエアしましたが、めちゃくちゃ素敵でしたね。SNS でね、実況してくださっている方は皆さんもね、すごいいいリアクションで、いい声とかね、めっちゃうまいとかね、なんか私もね、嬉しくなりましたね。フルじゃなくても全然大丈夫です。一部分でもいいですし、歌じゃなくてもいいですし、楽器の演奏だけでも何でも OK なんでね、皆さん引き続き送ってきてください。お待ちしております。さてここからはもう一つのスパークボックス、こちら箱の中に今年一番〇〇なお題が入っています。引きつつですね、私、山本さやかの2020年をこれで振り返っていこうと思います。では早速いきましょう。2020年で一番の自分の変化。変化か。なんやろ。変化。でも今年は、なんか曲をね、本当にすごい、結構作ってる期間っていうのが長くって、まあ大変だなっていう気持ちはあったんですけど、でもなんか本当にライブがもうできない。っていうところだったので、本当なんかその曲を作ってからの楽しみっていうと、もうなんかみんなに聴いてもらうっていうことしかなかったんですよね。だから本当にそれをね、最大の目的というかにして作ってたら、そのタイアップとかね、いろんなお話いただいて、それだけでもすごい嬉しい。ね、みんなに聴いてもらえるだけでも嬉しいのに、そういうありがたいね、ものがついてきて、なんかこう、なんだろう、すごい気持ちがね、なんかめっちゃエネルギーに溢れてたというか、なんか今までだと、まあやっぱね、いついつ締め切りでとかね、締め切りを何個もこう言われて、そこまでになんか段階をね、踏んでいろいろ完成させていって見てもらうっていう感じで、そのね、締め切りがやっぱ結構辛いわけですよ。
まあ、その他のお仕事とね並行しながらなんで、まあ、こう自分で時間を作って当たり前なんですけどねやるって思うと結構なんかもうああって感じでね、まあ、頑張ろうっていう気持ちもあるけど結構気がめいるみたいなこともあるんですけど、今年はなんかそれがあんまりなくて、まあ、あんまりというかね本当に結構なくて、なんかねすごいはい分かりましたやりますここまでにみたいな感じで常にそうだったら一番いいんですけど、なかなかそうもうまくいかないからこそそういう気持ちで入れたのが自分的にもすごい楽しく制作できたんでよかったなって思うんですよね。だからそれが変化というかちょっとなんか進めたというか、曲作り制作に対するこうモチベーションがねなんか一歩前に進めたのかな気持ち的にっていう感じがありますね。結構真面目な回答になりましたが二つ目いきたいと思います。二つ目は2020年で一番ハマったアニメ、今年一番ハマったアニメか、結構見てきたからな、なんか案外一年って長いしなんか短いしっていう感じで、あれこれ今年見たっけみたいな感じになったりしますよね。上半期特にね1月2月とかだとあれ今年やっけってなっちゃいますよね。なんやろう、上半期ちょっと何をあんまり見てたのか覚えてないんですけど、最近ですけどやっぱ進撃の巨人になるかな、僕のヒーローアカデミアも見たなですね。どっちもでもあれですね、あのまだ続いているというかアニメでも最近もやってるし来年やる予定のものもあったりしますけど、その2つは結構やっぱ見ましたね。鬼滅の刃とかもね見たんですけどね、呪術廻戦も見てるし、いろいろ見てるけど特に見たってなるとその辺かな。その2作品の個人的おすすめポイント、まあ、僕のヒーローアカデミア、ヒロアカは本当にねあのなんかあの、まあ、それぞれがねこう目標に向かってこうひたむきに頑張る姿で、主人公ももともとは全然言ったら、まあ、ポンコツというかできないキャラクターなんですけど、こう人一倍こう諦めない気持ちというかそういう野心に溢れてるからこそ、なんかその気持ちにこう能力というか力がついていくような感じで強くなっていくんですよね。なんかその姿にすごい力をもらうんですよね、アラサー女子は。なんかだからすごいストーリー的には子供たちにも分かりやすいも内容なのかなって、私結構マーベルとか好きなんですけど、ねアイアンマンとかアントマンとかね、ああいうヒーローもののねものが好きで、本当にまさにジャパニーズマーベルだなみたいな感じで個人的に思ってる作品で、なんかすごい好きなんでね、元気出したい時とか頑張りたい時とかこうなんか力をくれる作品ですね。で進撃の巨人は本当に思ってる以上に結構辛い作品だなって見ながら思ったんですよね。まあその私まだあの最後まで見れてないので途中までのポイントにはなるんですけど、でやっぱキャラがいいですね。キャラがいいのと、なんかそのやっぱめちゃくちゃ当時流行ってた時にみんな真似したりとかね、コスプレにしろこうセリフとかポーズにしろね、あなんか真似したくなる気持ちがわかるなっていうポイントがすごい多くあったんですよね。だからなんだろう、そういうなんかこうキャッチーなキャラクター性とかそういうものはあなんかさすがだなって思うところがありましたね。はい、もう一個いきますか。じゃあラストもう一個いきましょう。最後は今年で一番寝た時間、あ何時間寝たか最後すごいあれですね、なんかシンプルなで14時間とかかな。最近も意味わかんないぐらい眠くてめっちゃ寝てたんですよ。まあ寝る時間も遅かったっちゃ遅かったんですけど、何時間かな、3時とか4時とかに寝て、あでも12、3時間か、3時とかに起きたりとかしてたんですよ、夕方おやつの時間の12時間、半日寝てるんですよ。なんか1時とか2時ぐらいまでならギリあめっ
ちょっとね過ぎたなぐらいで済むんですけど、3時からやっぱ4時とかになるともうなんか1日無駄にした感ありますよね。でもそんぐらい寝たのが3日4日続いたんですよ。なんでか。確かに制作期間で、まあ、寝てない時間も多かったんですけど、こんなに引きずるかっていうぐらいね寝ましたね。起きたらもう寝すぎて逆に体疲れてるみたいな感じでしたね。起きたらすっきりしてたいのに頭痛いし体重いしみたいな感じで起きてましたね。3時4時に起きたとして何をするか。もうね最初はねちょっとなんかどっか行こう、なんか買い物行こうかなとか考えたりもするんですけど、まあまあそれがまあ無理になるんで一旦1時間ぐらいぼーっとするんですよ。何しよっかなみたいな感じでちょっと携帯のゲームしたりとかしながら、もう早く1時間ぐらい過ぎて、そっからもうなんか夜ご飯のこととか考え出しますよね。でまあ準備したりすることもあれば、めんどくさいなって日はもういいや食べないみたいな感じになったりとかして、あまた寝るわ、また寝る時間やみたいな感じに気づけばなりますね。寝てばっかやみたいなね、なりますよね。やっぱ早寝早起きは三文の徳っていうぐらいですからね、早く起きて本当はねいろいろしたいんでね、ちょっと寝すぎないようにね頑張りたいと思います。さあそんな感じでね振り返っていきました。なかなかねとっさにこう思い出すっていうのはね難しいことがありますけれども、みんなの2020年それぞれどんな感じだったでしょうか。ではではここで一曲お聴きいただきたいと思います。この曲は友達がですね、まあアーティストさんもそうですし楽曲もそうなんですけど、友達がねすごいいいって言ってねこう聞かせてくれた、ミュージックビデオとかを見せてくれて、あめっちゃいいなって私もなった一曲なんですけども、なんかそのね、まあ、韓国のグループでこうダンスをね踊られているので、もう踊ることを考えて作られた曲としてもめちゃくちゃいいし、そうじゃなかったとしてもこうなんかフックがいっぱいあって、なんかねこううんってねなる、おってこうなる瞬間がねすごい多い、あうまいなっていう、こうなんかメロディーとかサウンドだけじゃなくって音遣いとかねうまいな面白いなっていう一曲です。それでは聞いてください。ストレイキッズでバックドア。ストレイキッズでバックドアをお送りしました。六本木ヒルズ J-WAVE から山本さやかがお送りしているスパーク。では皆さんから届いているメール紹介していきます。テーマはあなたの2020を漢字一文字で表すとです。ラジオネームゆうくんゆさん、さやかちゃんこんばんは。こんばんは。私の今年の漢字一文字は友です。3月から学校が休校になり、仲が良かった友達や部活のメンバーとも会えなくなり寂しい日々が続きました。そんな中でも LINE で連絡を取ったりオンラインミーティングをしたりして友達の顔を見た時はすごく安心しました。学校が始まってからは分散登校が続き、新年度になって新しい仲間に会えると思っていましたが、なかなかそれもできない日々。それでもこんな経験をしたからこそ友達の大切さや友情の温かさを感じられたし、今まで以上に友達のことが好きになりました。もうほんとそうですよね。めちゃくちゃそうでしたよね。私もほんとそうでしたね。もうなんかね、親友とかとこんなに会えないものかってなりましたね。なんかやっぱ結構ね、いつももうなんかちょっと疲れたなって思った時とかはやっぱこうリフレッシュといえば友達と遊ぶっていうことだったんで、それがね結構できなかったのがね辛かったですね。今もねそんなに頻繁には会えないですけど、やっぱ実際にね会って同じことをしたりとか、なんかたわいもないようなことで笑い合ったりとか、そういう時間がね一番なんかほんまに疲れが取れるというかね瞬間なんで、それを取ってくれる存在が本当にありがたいなって。やっぱ一人じゃねなんか自分自身を癒しきれないんでね、そういう存在にねありがたさに今年はねすごい感じましたね。続いてラジオネームスワローさん、さやかさんこんばんは。こんばんは。
僕の2020年の漢字は支えるの死です。僕は高齢者施設に勤めている27歳の介護士です。今年5月に転職して新しい職場環境で頑張っていますが、慣れないことも多く毎日奮闘の日々です。そんな中、先輩方は優しく丁寧に仕事を教えてくれて感謝でいっぱいです。僕の足りていないところ、できていないをフォローしつつ成長させてもらっていることに支えられているなと思います。早く一人前になって周りの職員を、また入居者さんを支えていけるように頑張っていきたいです。そうですよね。いやでもそうやって考えられてるの立派ですよね。本当に介護職って大変だと思うんですよ。私の母もね、そういった職業をしてるんですけど、やっぱそのね、言ったらそこ、その入居されてる方ってそこがもう生活拠点になるので、そこで生活をされている、もう言ったらほぼ365日だから24時間ね、家と同じようにいるわけですから、そこをこうサポートしようってなると、同じようにサポートする側の人もそれだけの時間をやっぱりそこに費やすというかね。母とかもね、本当にそういう、そう介護職をされている方がいるから、そうやって助かっている方がいるのはもちろんなんですけど、やっぱりちょっとね、なんか働きすぎじゃないかな、大丈夫かなってね、心配にもなる点があるので、そうやってね、なんかいい職場でお互いがこう支え合いながら、しんどい以上に仕事をしていることが、なんか誇りとかね、やりがいとか、そういうものにしっかりなっていってくれてたらいいなって私も思いますね。私もね、本当曲をね聴いてくれるみんながいるからとか、SNS 更新してなくってもこう言葉をねかけてくれる人がいるからね、なんかそれに支えられて、なんかちょっと嫌なことがあっても頑張ろうって思いますからね。支え合ってね、みんなで頑張って生きていきましょう。はい、またまたね、素敵なメールを皆さんありがとうございました。紹介させていただいた方、皆さんに番組ステッカープレゼントいたします。それではここで一曲、私の曲をお届けしたいと思います。最初、もうほんとね、最初の方に作ったこの季節にぴったりな一曲です。聴いてください。山本さやかで雪恋。山本さやかで雪恋をお送りしました。スパークマンデー、山本さやかです。ではここでスパークと講談社の小説投稿サイトノベルデイズによるコラボレーション企画いきましょう。題して、山本さやかが心を乗せて読む深夜のほっこりショートコンテスト。今日紹介させていただくのは秋空気さんの作品。タイトルは恋する大人の乙女にしかわからない。第1話、君をきれいにするためにです。では朗読していきたいと思います。今日もまた僕の出番はなかったね。でもそれでいいと思う。僕を毎朝使っていた時、君は時間に追われていたから。鏡の前で笑顔もなく淡々と作業をこなすだけ。見たくないものから目をそらして、それをただ覆い隠そうと必死だった。だけど今は違う。本当に楽しそうに鏡と向き合ってる。きっと恋をしたのかな。それとも職場に気になる人ができたのかな。僕ではその役に立てないのがとても悔しい。僕にだってその力はあるはずなのに。それでも僕じゃダメなんだよね。だって久しぶりに僕を手に取った君はいまいちって顔をしてた。でも今日は別にいいかってつぶやいてた。多分好きな人に会わないからだよね。
僕がいたら恥ずかしいんだって思うと辛いけど、君が幸せならそれでいい。だってそのために僕は生まれたんだもん。そう、君をきれいにするために生まれたんだもん。その日は特別なのか、いつもより君は頑張っていた。だから僕の出番はないと初めから分かってた。コットンにトナーを染み込ませて、丁寧に拭き取ってから化粧水をたっぷり。その後はセラムを使い、クリームはいつもより少なめ。そうしてから毛穴補正下地。君がおでこと頬と鼻を気にしているのは僕だって知ってるよ。だけど僕だけじゃどうしようもない。だから次に君が手に取るのは僕じゃない。君の手は化粧下地へと伸びた。それからファンデーション。僕ならその二人分の働きができるのに。だけど僕じゃ二人ほど君をきれいにできない。それでも二人より優しくできる。そのことを君が理解していることを僕は知ってる。僕はまだ君の好きな人に会えないけど、いつか会えるかな。でももしかするとそんな日は来ない方がいいのかもしれない。いつからか僕の役目は変わった。そう、仕事のパートナーでじゃなく休日のパートナーに。そして今日はその休日だから、肌の保湿を終えた君はきっと僕を選ぶはず。化粧下地とファンデーションじゃなくてこの僕、 BB クリームを。東京事変で女の子は誰でもお送りしました。今日のほっこりショートストーリーは秋空気さんの作品、恋する大人の乙女にしかわからない第1話、君をきれいにするためにでした。これはもうね、なんか女子だったら余計こうね、なんか伝わるというか、わかるなぁ。いや、そうなんですよ。いや、 BB クリームだけでね済ませれたらそりゃいいんですよ一番。でもまあね、そうはいかないっていうところで、 BB クリームのね、こう切ない気持ちがね、なんかね、ほんと切ないですね。珍しいですよね、 BB クリームの気持ちになるって。すごい面白いところにね行きましたね。女性はねすごいわかるんじゃないかなって思う内容ですね。素敵な作品ありがとうございます。秋空気さんには副賞をお送りいたします。これまで選ばせていただいた作品をもう一度読みたいという方、講談社ノベルデイズのサイトに受賞作品の紹介ページもありますので、そちらでぜひチェックしてみてください。そして物のつぶやきをテーマに皆さんから投稿いただきましたが、一旦締め切らせていただきました。番組では今後もいただいた作品の中から朗読していきたいと思いますので、そちらもどうぞお楽しみに。山本さやかのスパークマンデー、お知らせの後はエンディング。無理J-Web から山本さやかがお送りしてきたスパークマンデー、そろそろお別れのお時間です。今日もあっという間でしたが、皆さんね、素敵なメッセージたくさんありがとうございました。もう本当にね、今年ももうすぐ締めくくりって感じなんでね、皆さんね、たくさんメッセージ送ってきてほしいなと思うんですけれども、次回ね、年内最後の放送でメッセージテーマ変わります。次は今年一番感謝を伝えたい人です。いろいろあった2020年、今年お世話になった方への感謝の気持ちをラジオを通して伝えてみませんか。ね、いっぱいいらっしゃると思います。特にこういうね、いつもと違う1年だったからこそね、たくさん違う形でね、いろんな形でお世話になった方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。ね、
の大人の事情でも申し訳ないんですけれども、皆さんぜひ大至急でメールを送っていただけると助かります。何卒お願いいたします。お待ちしております。なんならもう今すぐ書き始めてもらってもう全く困らないんで、ぜひすぐ送ってきてください。そして普通歌も随時募集しておりますので、そちらも合わせて番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってきてください。お待ちしております。さらに先ほどもお伝えしましたが、12月23日水曜日 J-WAVE ステップ1にてラジオ初となるスタジオライブをお届けしますので、そちらも皆さんお聞き逃しなく12時30分からです。来てください。そして番組インスタもぜひチェックしてください。今日もこの後ね、写真アップいたします。今日は私の今年を漢字一文字で表すとをアップする予定ですかね、書いて載せますんで、皆さん、J-WAVE アンダーバースパークアンダーバーさやかのアカウントぜひフォローしてください。さて明日のスパークはポルカドットスティングレイのしずくさんが担当、そしてこの後1時からはキングスプレイス、月曜日はフォマネが担当です。引き続き J-WAVE で楽しんでください。それではまた来週お会いしましょう。今本さやかでした。バイバーイ。